はい、4月6日土曜日、ガーラ湯沢スキー場です。時刻は夕方4時を回ったところです。天気はですね、今雲多くなってきましたけれども、朝から一日中晴れ、かなり暑かったですね。薄着をしてきたつもりだったんですけど、まあさらに1枚脱いでもよかったかなっていうくらい暑かったです。で、コンディションなんですけどもね、やっぱり雪の緩みは早かったですかね、まあ、10時くらいですかねにはもう緩んでましたね。なので朝一の1時間が勝負ですね。まあ、私ちょっと朝一滑れなかったんですけども、まあ、朝一でしたら、お客さんもそんなに、まあ混雑してませんでしたので、気持ちよく滑れたのかなというふうに思います。それで今息が上がりながら撮影をしてるんですけど、今日は珍しくちょっとスキーを履いて、コブも今滑ったところなんですけども、この真ん中のコースですねの向かって左側、長いコブのコースが綺麗に、等間隔で並んでいるんで、そこちょっとチャレンジしてみたんですけど、まあ、体力も技術もそうなんですけど、全部滑り切ることできなかったですね。あと2割くらい残してちょっとコースアウトということで、あんまり粘ってしまうと、コースアウトされている方もいらっしゃいましたけど、まあ、私もそうなりかねないと思いましたので、あらかじめですねちょっと、無理のない程度にコース脇にそれたんですけど、で今ここのコースもですね、コブが綺麗にできてるんですよね。で恥ずかしながら、ここのコースコブですね滑ったことがなくてですね、今チャレンジしているところです。やっぱりスキーヤーの方がどんどん降りてくるんで、ちょっと周り見ながらですね、ちょっと譲り合いながら滑る必要があると思うんですけども、はい、まあ明日もですね天気良さそうですので、まあ土日と気持ちよく滑れるんじゃないかなというふうに思います。まあ怪我なくですね、まあ、シーズンも終盤になりましたので、はい、気をつけて滑りたいというふうに思います。ということで今日のガーラ湯沢の様子でした。以上。